ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は CR ガロゴールドストームショーを完全攻略していきましょう。2017年7月に三星 R&D から導入された319の ST 中 82% 16ラウンド2000発のミドルタイプです。ボーダーが 19.8 でアタッカーがかなりきつく、増減も増えるお店でプラス 0.5 前後なのでボーダーを下げるのは難しいでしょう。ベース重視の騎士ですが、通常時はお助けが来るので多少ベースをカバーできます。また潜伏確変はありません。お助けは通常時電池が開くことになります。だいたい600分の1くらいで来ると思います。3の場合は狙いが発生で5、6発右打ちです。蝶の場合は狙い発生で9発から10発右打ちです。左でそのまま打って入る場合もありますが、保留を4個まで貯めないと非常にもったいないので一応右打ちがおすすめです。アタッカーは羽と下の2種類あります。アタッカーは9カウントで5カウント入ったら打ち出しストップ。8カウント入ったのを確認後、弱強の2発を打ち出します。初回4ラウンドは、ラウンド前後にパカパカがあります。パカパカは12回パカパカします。アタッカーが開いたら1発打ち出しを12回繰り返します。慣れてきたらひねって弱強の2発で対応することも可能です。ラウンド終了後にも、上下上の順で計3回来ます。16ラウンドは、14ラウンドから16ラウンド目は上下上で消化することになります。注意点としてはひねった際に3発打つと上の部分で弾が詰まってしまいパンクにつながる可能性があるので必ず2発打ちで対応しましょう。止め打ちは1回砲1パターンです。電柱が閉じたら5発打ち出しです。増えない場合は無駄打ちカットで対応しましょう。また慣れてる方や上級者の方はひねって左に振りながらへそを溜めつつ連鎖砲を消化することも可能になっておりますのでぜひ試してください。離席タイミングはへそに彫りが溜まっていなければいつでも大丈夫です。換気率貸し玉投下でベース 24.0、 増減率プラス 0.30、 出玉値間が16ラウンド平均1880玉、通常回転2000回転で期待値約プラス5000玉になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。